エレマリは、ヒップホップユニットリップ、スライムの MC、テリヤキボーイズのリーダー、ザビトモスのボーカル。フィンランドヘルシンキ生まれ、東京と育ち、日本人の父親とフィンランド人の母親を持つ、ハーフである。ファンキーグラマーユニットの一員。芸名は、フィンランドでのミドルネームから。妻は、モデルのエビハラユリ。学生時代からダンスをしており、 小学校時代から知り合いだった領事に誘われて、クラブなどで踊るようになる。1994年、りょうじと元リップ、スライムの DJ のシゲともにユニットを結成。その後、少子、ペースが参加正式して、リップスライムが結成された。リップスライム外での活動としては、2001年にドラゴンアッシュの古谷健二とボッツ、スケボーキングのシゲオとともに、 ステディ &CO を結成。2004年には小林武史プロデュースのもと、女性歌手サリュと共同制作でバレエをリリース。また2005年からはアパレルブランド経営者であるニゴ、同じクリップ、スライムのメンバーであるリョージ、エムフローのメンバーであるバーバル、ソロのラッパーとして活躍していたワイズラと共に、テリヤキボーイズを結成。2008年、 オムニバスショートムービー、R246 ストーリーにおいて、クラブ246の監督を務めた。2009年5月、モデルの海老原ゆりとの交際が明らかになり、同年12月23日に婚姻届を役所に提出。2010年5月9日に結婚したことを発表。2015年6月4日に妻が妊娠6ヶ月であることを発表した。 同年11月4日に第一子となる男児が誕生したことを報告した。ハスキーボイスが特徴的な個性の一つ。初期の頃はやや高いクリアな声をしていた。父は日本人。母はフィンランド人。小さい頃はフィンランドにいたが、すぐに日本に移住。姉と妹がいる。リップスライム、ステディ &CEO、テリヤキボーイズの作品は除く。 ありがとうございます。